こんにちは、マルトでーす。で、今日はですね、カジノルーレット回していきたいと思います。今日はね、10月の9日ですね。土曜日。前回ね、もうやったんですけど、撮影したんですけども、昨日。ファイル、途中でね、落ちてしまって、ファイルが飛んじゃったんですよ。なんで、ちょっと昨日はね、申し訳ないですけど、撮影はできませんでした。僕をね。前回当たったのが、なんか医療品が当たったんですけども、またね、ちょっと後でね、それ着替えていきたいと思います。じゃあ今回はね、何が当たるのでしょうか。では、カジノルーレットね、会場を迎えたいと思います。ルーレット会場来ました。もうね、展示台には、車はね、もうありませんね。でも、一回回したら、もう一回当たったら、これ、当たるのかな?もらえるのかな?車。その辺がちょっとわからないんですけど。いや、ルーレット回していきましょう。まあ、今度はね、お金を目安に。一番高いのは5万ドルかな ?5 万ドルを狙っていきましょう。では、いきまーす。もう一回いくか。はい。これ、どうやって調整したんですか?来た!来た !3 万ドル来ましたね。3万ドル。もらいました。イエイ。はい、ということでね、じゃあ今日はね、3万ドル、取得することができました。ね、昨日当たった、服、医療品ですね、医療。ちょっと着替えに行ってみたいと思います。昨日当たったのがこちらの医療品になります。赤と白の T シャツかな?なりますね。でもかっこいいね、これね。かっこいい。裏にね、ビッグニュース、ニュースか。80番って書いてある。横にもね、書いてありますね。これね、スポーツウェアになるみたいですね。はい。こちらが昨日当たりました。はい。ということでね、じゃあ今回は、ここまでにしたいと思います。じゃあ、また明日ですね。できたらやりたいと思いますので、また明日まで。バイバーイ。